放送席、放送席、ヒーローインタビューです。今日のヒーローは見事なホームランを放ちました中田翔選手です。今の気持ちを聞かせてください。はい、素直に本当に嬉しいです。はい、あの場面はどういう気持ちで打席に立ちました？いや、目の前でね、翔平に強烈な一発を見せられたので、ここは負けられへんなと思って、はい、ちょっと狙いに行きました。感触はいかがでした？いや、すごく気持ちよかったです。はい。そして今日は中田選手の26歳の誕生日、バースデーアーチとなりました。いかがでしょう？いや、1打席目ね、打席入った時にファンの皆さんがね、ハッピーバースデーを歌ってくれて、何としてでも今日は打ちたいなと思ってたので、すごく嬉しいです。過去誕生日のゲームの思い出っていうのはどうですか？試合ですか？いや、あんまり、何もないですけどね、別に。まあちょっと話も出ましたが、その前の打席で大谷選手がですね、花を添える一発を放ちましたけれども、改めていかがでした？そうですね、やっぱり本当にすごく信頼できるバッターですし、まあ、前を打ってることによってね、すごく安心感もありますので、すごく助かってます。はい、去年大谷選手の誕生日に中田選手はホームラン放っているんですよ。覚えてらっしゃいます？はい、ロッテ戦ですね。はい、まあ、2人でホームランを打ち合うということで、これからファイターズを、ね、さらに引っ張っていく2人ですよね。まあ、そうですね、2人で引っ張っていけれるようにね、2人で切磋琢磨して意識し合ってね、やっていきたいなと思います。26歳、今年どういうふうなシーズンにしたいですか？ここまですごくいい流れのいい試合をね、できているので、このまま一応譲ることなくね、突っ走りたいなと思います。では今度は明後日から札幌ドームに、帰ってのゲームが続きますけれども、意気込み、そしてファンの皆さんへのメッセージをお願いします。はい、本当にファンの皆さんの声援がね、僕たちの力になっているので、札幌帰ってもまた、ファンの皆さんのね、声援を力に変えて頑張りたいなと思います。今日のヒーローは中田選手でした。ありがとうございました。ありがとうございました。